豊田純太郎8月22日隊は、日本の大倉官僚、政治家、医療法人、厚司祭、明会理事長。大倉省大臣官房企画官医療法人、厚司祭、明会副理事長、衆議院議員、新進党京都府連合会会長、自由党京都府総支部連合会会長。 衆議院財務金融委員会理事、新党絆国会対策委員長などを歴任した。ジップは、宮崎神経科佐賀病院創立者の宮崎敦志信。息子は、医師、実業家の豊田強一郎で、強一郎の元妻は2019年に結婚した、アナウンサーの小川彩香。京都府京都市出身。京都市立絹笠小学校、灘高等学校を経て、 東京大学法学部第二類卒業。1972年大倉省入省。大阪国税局関税部長、沖縄開発庁振興局振興総務課長を経て、1990年7月大倉省大臣官房企画官で大倉省を退官。退官後は、ジップ創設の医療法人、厚司祭。 明らかに宮崎神経科佐賀病院の副理事長に就任した。1993年の第40回衆議院議員総選挙に、旧京都2区から新政党公認で出馬し、初当選。新政党の回答に伴い、新進党決闘に参加。小選挙区比例代表並立制導入後初めて、 実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では京都4区から新進党公認で出馬するが落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙にも京都4区から自由党公認で出馬するが再び落選。自由党は比例近畿ブロックで3議席を獲得し、豊田は比例名簿の上位に搭載されていたが、 京都4区での得票率が有効投票総数の10%に届かない8.06%で協託金を没収され、比例復活の権利を失った。公職選挙法上の比例復活の制限規定は2000年の同法改正で新設されており、この制限が適用されたのは豊田の例が初であった。2006年には医療法人である厚司祭、明らかにて、 理事長に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙に民主党から比例近畿ブロック単独で出馬し、13年ぶりに国政へ復帰した。2011年2月17日、民主党政権交代に責任を持つ会議の会長代行に就任。離脱表明時は民主党会派として財務金融委員会理事という役職を持っている。 同年12月28日、党代表でもあった内閣総理大臣の野田義彦が打ち出した消費増税策に反対して民主党幹事長のコ石ーシ宛に離党届を出し、新党絆の決闘に参加。国会対策委員長となる。2012年2月7日、民主党は離党届を認めず除籍処分とした。同年11月、 国民の生活が第一に合流した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の投稿人で京都4区から出馬するも、落選。1万票にも届かず、得票率は4.2%。再び協託金を募集された。同月、日本未来の党の文党に際しては、小沢一郎らと行動を共にし、 生活の党の結成に参加した。生活の党では、京都府第四区総支部にて総支部長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では生活の党の公認を受け近畿ブロックから比例単独で立候補したが、落選。2021年10月16日、立憲民主党が第49回衆議院議員。 総選挙ピレイキンキブロックにトヨタを擁立すると発表。単独31位で立候補したが落選。ありがとうございます。